神戸女学院大躍進の秘密に迫る一般選抜の志願者が3倍になった神戸女学院大学、わずか800人という絶望的な去年の状況から、今年度入試では2400人と3倍になりました。で、すごい大人気に急になったとっいうのもなんだか不自然なので、何か要因があるはずだということで、入試変更点をチェックしてみました。まず姫路会場を新設 姫路、播磨のあたりは大学と多いので、まあ、近場に受験会場を作る。公募制は岡山や高松にも作る。ということで、えー、大阪や京都は激戦区ですから、もっと西から取ろう。姫路、四国、中国地方から受験生を集めようという努力をしていることがわかります。得意科目重視型、高得点1科目2倍判定というのを新たに始めました。僕、自分が受験生の頃にこういう入試しなかったんで、 さっぱりわからないんですけど、例えば三教科入試、英語国語社会で受験して、私、英語が得意だという場合、この高得点の英語を2倍にしてくれるんですね。こうすると受かりやすくなるんでしょうかよく分かりません。えー、国語得意なら国語2倍。だから国語が200点で、英語が100点だから、国語が得意な人が受かりやすいっていうことなんですかね。よく分かりませんが、この入試方式やってる大学、今は多いですね。英語外部試験型を公募制にも設定。 全科目全問マークシート方式に変更。一般選抜前期 A 日程の国語は現代文のみにして、古文と漢文をやめる。まあ今多いですね。そして、複数併願しても受験料は同じ3万5千円。たくさん何回も A 方式、B 方式、C 方式って受けると、どんどん受験料が積み上がっていって、例えば A 方式と B 方式と C 方式受けたら、えー、3万5千円かける3と。えー いう状況だったのが昔の入試で、大学はそれで儲かってたんですが、今は1回の受験料で何回受けてもいいよみたいなことを多くの大学がやっていて、これを新たに神戸女学院がやったと。まあ、これが正直、見かけ上の志願者を増やすのには貢献している可能性はありますね。複数試験日、学科、科目型、判定方式を併願できる入試方式については同じ受験料である。つまり人人の人が3方式受ければ え受験者数3倍、5方式受ければ5倍、共通テストも2回受けられますから、えー、1万5000円で前期後期という形で、パッと見3倍というのは、これが効いてるんじゃないかなと、外からは見えます。何にせよ、受験しやすい、受けやすい入試方式を工夫することで、えー、数字上、一般選抜志願者が増えたというのはありそうですね。もちろんぼ、別にこうしたやり方を悪いというつもりはありません。なぜならば、 すでに他の私立大学ではよくやってる手だからです。僕あんまり入試方式興味ないんで、詮索しないんですけど、神戸女学院大学に関して言えば、昔ながらの古風な入試方式をずっとやってきたのを、今時の入試方式に変えることで、本来の神戸女学院大学の評価にふさわしいポジションに戻るということができたんじゃないのかなと。ご存知の通り、兵庫県の女子大みんな厳しくて、募集停止したり、男女共学化したり、 そういった近隣女子代もある中で、まあ、向こう女、高難女子、神戸女学院に関して言えば、生き残れるんじゃないのと世間に思わせたという点で、今年の入試で成功したという効果は絶大だと思いますので、まあ、神戸女学院のですね、ブランドが回復したと言えるでしょう。ただし、えー、5月1日以降、入学者数が公表されないとまだ何とも言えません。長年定員割れなわけですから、 受験者が2400人集まっているのに、定員割れの学科が現れれば、やっぱり見かけの志願者数と実志願者数がかなり離れてるなということになってしまうので、現時点では外部の人間にはわからないんですが、神戸女学院のすべての学部学科が定員を充足できるかどうか、これは大注目です。なので、できれば5月以降、速やかに公表していただきたいというところですね。そして、 学部学科を改組して増やしたり、入試方式を他の大学がやっているのと同じような手を使って工夫したことで志願者数を増やすなどで、落ちるとこまで落ちてた志願者数が、まあ、大学のブランドが回復してるんじゃないのと世間に思わせるほどには復活した神戸女学院ですが、じゃあ、かつてのように、法難題や感覚に匹敵するブランドに戻るのかというと、正直なところかなり難しい。今回のような テクニック的な方法でその人気が出てるような雰囲気を出すっていうのは、ある意味、打つべき手は打ってしまった状態で、今後、大学の方針的に規模をすごく拡大したり、学部、学科を増やすっていうのは非常に困難で、おそらくもうやらないだろうと、打つべき手は打っちゃった状態で、今後、神戸女学院大学が人気を維持していく、さらにブランドを上げるっていうのは、大変厳しい戦いになると思います。 厳しい戦いになるとは思いますが私自身は伝統ある名門女子大が凋落したとかですね実際の数字として偏差値が下がった志願者数は減った就職はまだブランドが高いけど今後どうなるんだみたいなことを津田塾、豚女、ポンジョ神戸女学院などがまあ話題になること自体。 なんとか持ちこたえてほしいとは思っておりますので、まあ、神戸女学院大学の挑戦が続くのをですね、まあ、ずっとこう外部から応援したいなという気持ちではおります。